よっしゃー、星6の武器ゲットだぜー。突然どうしたんだ？最近ハマってるゲームのガチャで、ウルトラレアの武器が当たったのよ。うわ、羨ましい。いくら費やしたんだ？もちろん全財産よ。おいおい。そういえば以前、伝説の武器15選ってやったじゃない？ああ、そうだったな。他にもなんかないの？じゃあ今日は、伝説の武器その2、10選を紹介していくぜ。お願いするわ。では、まず最初に紹介するのは、アスカロンだ。アスカロン？聞いたことないわ。アスカロンは聖人列伝、黄金伝説に登場する。聖ゲオルギオスの持つ、魔女カリブから与えられた剣だ。サイクロプスが匠の技で、極上の金属から鍛え上げ、どんな硬い火打ち石でも、鋼でさえやろうと断ち切り、塚頭に込められた籠によって、剣を帯びる限り、いかなる裏切りにも、魔法にも、暴力にもさらされることはないという。てかサイクロプスって RPG とかによく出てくるあの一つ目の？ああ、そうだぜ。意外と手先が器用なんですね。サイクロプスってのは、ギリシャ神話に登場する巨人種の名前で、目が一つ、という特徴で知られているが、サイクロプスっていう名前自体は、丸い目を意味していて、彼らの目が丸かったことに由来するんだ。へえ、そうだったんだ。天空神ウラノスと、第一母神ガイアの息子たちで、アルゲイス、カッコラクライイナズマ、ステロペイス、カッコ電光雷光、ブロンテイス、カッコライメイ、の3兄弟から構成される。かなり生まれなんですね。ああ、いずれも雷に関連する名前であり、雷のせいだったのではないかと言われるぜ。彼らは不審に嫌われ、兄弟族のヘカトンケイル族と共に、奈落タルタロスへ落とされた。ええ、かわいそう。弟族のティターン神の一人、クロノスが政権を握った後も、久しく拘禁されたままであった。しかし、北のマキアの時、ゼウスらによって解放されるぜ。北のマキアって？北のマキアってのは、ギリシャ神話におけるティタンの一族と、ゼウス兄弟たち、カッコオリンポス神族の戦いのことだ。サイクロプスたちはその例として、ゼウスにはライテイを、ポセイドーンにはサンサの森を、ハーデイスには隠れ兜を作った。以後はヘイパイストスの元で家事業を続けたと言われているぜ。ヘイパイストスってアレキウスの鎧も作ってた神様よね。そうだな。話をアスカロンに戻すぜ。アスカロンの形状については言及されておらず、正確な大きさや装飾は分かっていないんだ。ただフォーション剣、つまりファルシオンであるとは触れられているため、片刃で厚みがあることは想像がつく。また別の記述では、普通の剣よりも長く、そしてかなり重いともされており、大剣クラスの技物であるような印象も受けるぜ。ふむふむ、聖ゲオルギオスはこの剣で巨大なドラゴンを退治し、エジプト王の娘を救出している。北欧神話の魔剣グラムと同じくドラゴンスレイヤーとしての特性を持つぜ。現存している宗教画の多くが槍でドラゴンを打ち取っているので、アスカロンは槍、または槍状の剣と誤認されることが多いみたいだ。日本だと聖ゲオルギオスの伝説がマイナーだから、エクスカリバーやグラムと比べるとどうしてもインパクトが薄いわね。あはは、確かにな。次はクラウソラスだぜ。なんか中に心をくすぐられるネーミング。ケルト神話に登場する剣で、名前の意味は光の剣、あるいは輝く剣だ。アイルランドやスコットランドの民話に登場する名剣によく使われる名前なんだぜ。へえ、そうなのね。手に持つ者に照明を与える道具だったり、巨人などの敵に特殊な効果を発揮する武器など、物語によって異なる描写がされている。ダーナ神族の王、ヌアザの持っている、ダーナ神族4つの財宝の一つに数えられる腐敗の剣と同一視され、この腐敗の剣は一度抜かれれば、何人も逃れることはできずに倒されるという伝承が伝わっている。このチートっぷり。でも、原点に、クラウソラスという名前は登場してなくて、ルーの武勇なく同様に、後世になってから名付けられたものっぽいぜ。そうなのね。あくまでケルト文化圏に登場する聖剣や魔剣の総称といった感じで。一説では、ベルグス・マックロイの持つカラドボルグ、グーフーリンの持つ、クルージン・カサドヒャンなど、ケルト神話やアーサー王伝説の刀剣の原点になった武器なのではないかとも言われているんだ。全部ネーミングが素敵ですね。続いては、アルテミスの弓と、アポロンの弓だ。アポロンってゲームでも弓を持ってることが多いから弓のイメージが強いよね。さすがゲームっ子だな。ギリシャ神話に登場する女神アルテミス、および女神アポロンら、双子神が持つ金の弓矢と銀の弓矢だ。アルテミスの弓矢は女性を苦痛なく殺すもの、アポロンの弓矢は男性を苦痛なく殺すものとされ、いずれも地上に大量に放つことでその土地に死と、疫病をもたらすことができるとされるぜ。そんなヤバい武器だったのね。アルテミスは当初狩猟の女神で、この頃の弓矢は黄金であるとされていたが、後に月の女神セレネ、カッコローマ神話のルナと同一視されたことで、そのイメージからか銀の弓矢に。一方アポロンは、当初牧羊と芸術の女神で銀の弓矢とされていたが、後に太陽神ヘリオス、カッコローマ神話のソルと同一視されたことで、黄金の弓矢となったんだ。なるほどねー。いずれにせよ金銀対となり、特性も類似するこの二つの弓矢だが、
アポロンの弓矢は、オリンポス中に死んである火事の神ヘイパイストスが作成。あ、また出てきた器用な神様ヘイパイストス。それを羨んだアルテミスが、ヘイパイストスのしもべにあたる。サイクロプスらに後に作らせたのがアルテミスの弓矢と、ついで作られたものではないんだ。もうこいつらに全部任せちゃえばいいんじゃないかな。ヨーロッパが続いたので、次は中国からの伝説の武器、宝剣蛇劇だ。宝剣蛇劇？宝剣蛇劇は三国志最強の武将、呂布が愛用していたとされる武器だぜ。ああ、呂布といえばこの武器を持ってるイメージね。槍に似た穂先に、月牙と呼ばれる三日月状の刃を片側に取り付けたもので、青龍月とも呼ばれる。三国志演義では、呂布を象徴する武器となっているほか、水滸伝では、呂布に傾倒する呂法など、多数の武将が使用している。ただし、元になった宝剣劇ともども、三国時代には存在してなくて、壮大になってから作られた武器なんだ。確か、青龍偃月刀もそんな感じだったよね。そうだな。このまま続けていくぜ。次は、飛天剣だ。三国志演義に登場する英雄、曹操の愛刀で、天を貫くという意を持つぜ。趙雲の愛刀として知られる、成功剣と対を成しており、共に曹操が作らせたと言われている。成功剣は部下の加工恩に与えられ、結局は敵将趙雲に奪われてしまうのだが、飛天剣は曹操が所持し続けて義の宝となったんだ。ふむふむ、飛天剣の切れ味は天下に並ぶものなく、岩をまるで泥のように切ったとも伝えられている。ただし三国志演義では、名剣としてその名が記載されているだけで、実際に使用する描写はない。あら、そうなのね。現代中国では、飛天剣は名剣の代名詞として使われていて、小説や映画などでたびたびその名が登場するぜ。日本でいう、菊一文字とか正宗とかなんですかね。どうなんだろうな。次はインドで、バジュラ、だ。バジュラはインド神話に登場する、雷神インドラの持つ武器だ。非常に硬く、また、雷を操るぜ。なんかこれ日本でも見たことあるような。ああ、インドラは仏教では帝釈天と同一で、バジュラは金剛杵と訳されるんだ。ちゃんと手に持ってますね。弘法大師の肖像画にも描かれているぜ。あ、ほんとだ。稲妻を象徴していて、棒状で中央の絵の両側に槍状の刃がついている。中央が空洞の円盤状の武器として描かれることもあったり、いくつかのバリエーションが存在するんだ。へえ、そうなのね。バジュラはインドラが、巨大な蛇、ブリトラを倒すために作った武器なんだ。ブリトラは、天界の水をせき止めて干ばつを起こし人間を苦しめていた。強力なブリトラを攻めあぐねたインドラが、世界創造神、ブラフマーに相談すると、ダディーチャという聖戦の骨で作った武器でならブリトラを退治できると教えられた。インドラがダディーチャに来ると、ダディーチャは進んで自ら命を絶ち、自分の骨を差し出した。うわ、マジ聖人。そして、工芸の神飛ばし鳥が、その骨で最も堅固な武器、バジュラを作り出した。インドラ神話戦闘の末、ブリトラの唯一の弱点である開いた口の中にバジュラを叩きつけてブリトラを退治した。大抵の弱点、口亀だろう説。バジュラは、堅固という意味であり、あらゆるものを打ち砕くとされている。そのため金剛石、カッコダイヤモンドをバジュラと呼ぶこともあるんだ。なるほど。仏教では、仏の知恵はあらゆる煩悩を打ち砕くことを象徴した宝具として用いられる。私は煩悩だらけだから、一度バジュラで打ち砕いてもらいたいわ。そんなの使わなくても私の拳で打ち砕いてやるぜ。煩悩どころか記憶も消えそう。次は日本の刀を3連続で紹介するぜ。了解でござる。まず最初は、村雨だ。村雨は、滝沢馬琴が制作した物語、南宋里見八犬伝に登場する刀だぜ。殺気を持って抜き放てば、刀身から水気が立ち上る。それにより切った後の血を浄化し汚れを清め、決して錆びないと言われているんだ。便利ですね。これが村雨、濡れて降る雨の名前元とされる。この水の性質と名前が、実在する妖刀村正に似ているためか混同されやすいな。確かにややこしいわね。次は雷切り。ベッキやキツラ、カッコ立花同説が所持していた刀だ。元の名前は千鳥だったが、雨宿りしていたベッキやキツラが、落ちてきた雷、カッコ雷神を切ったことから雷切りと改められた。何その超カッコいいエピソードは。ベッキやキツラの二つが、雷神の由来にもなっているぜ。中二心がもうビンビンです。実はもう一つ雷切りと称される刀が存在し、こちらは上杉謙信所蔵のもので、長船兼光作の刀だ。この刀は雷神を二度切った刀とされ、雷切りとも呼ばれた。また、謙信がこの刀で一両ずつの火縄銃の銃身を切断したことから、一両ずつとも呼ばれた。いずれにせよ、ものすごい切れ味なのね。さて、次は薄緑だ。牛若丸が所持していた刀で、小金作りの立派な太刀だ。牛若丸って源義経だっけ？
ああ、そうだな。薄緑は、平治物語、平家物語、源平盛衰期、大平記に、源義経の刀として登場するんだ。義経が牛若丸と名乗っていた時代に、熊野別当から受け継いだ刀で、義経は生田の戦で薄緑を振るったとされている。大平記によると、膝丸のことらしい。膝丸とは、源頼光が土蜘蛛を退治した際に使用された刀で、このことで、雲霧と改名された。薄緑は実在したらしいが、牛若丸は創作での活躍であり、箱根神社に奉納されたものを筆頭に、いくつも存在しているそうなので、その存在に疑問の残る刀だな。そうなのね。それじゃあいよいよ最後の武器だぜ。ワクワク。神話の武器の中には、どれも驚異的な破壊力を持つものが多いが、世界の幕を引いてしまうほど強力なものがある。それが炎の民の王、スルトが振るった炎の剣、レイバテインだ。世界の幕を作って。レイバテインを取り上げている日本語の書籍では、それぞれレイバテインは、スルトの剣、またはフレイの剣と同一視されることがあるぜ。そうなんだ。ここでは、炎の剣、イコールレイバテイン、として話を進めていくぜ。あいあいさー。この剣を鍛えたのは、北欧神話でトリックスターとして活躍した漢字の神ロキだ。冥界ニブルヘイムの門前で、ルーン魔術を駆使して鍛え上げたというぜ。どのような経緯でスルトの手に渡ったかは不明だが、普段はスルトの妻シンマラが、9つの鍵をかけた箱に保管している。世界を滅ぼすくらいだから厳重管理が必要よね。それから、世界中ユグドラシルのてっぺんに住む、オンドリ、ビゾフニルを撃つのに必要と言われているが、それを得るにはビゾフニルのおばねが必要という、鶏と卵状態になっている。面白いですね。さて、神々と巨人族の最終決戦であるラグナロクにおいて、スルトは巨人族に加担して神々と戦った。スルトは死者の爪で作った船、ナグルファルに炎の民と共に乗り込むと、神々の領土へと進行したぜ。そして神々の中でも万能を誇る、フレイと対峙することになった。フレイってゲームでもよく出てくるけど、強いイメージがあるよね。そうだな。だが、この戦いではスルトは優勢だった。というのは、フレイは石を持つルーンの剣を持っていたんだけど、妻をめとるために失っていて、代わりに鹿の角を武器に戦わなければならなかったからである。いやいや、もっとマシなもんあるでしょ？それでも戦いは長期化したんだけど、そう考えるとフレイの戦いぶりはすごかったんだろうな。一説によると、命を懸けてスルトを釘付けにしたとの説もあるんだぜ。それだけスルトは脅威の存在だったわけだ。ふむふむ。長い戦いの末、スルトによってフレイが倒されると、ほぼすべての神や巨人族は相打ちなどで死んでいて、たった一人残されたスルトは世界を炎で焼き尽くすと、どこかへと姿を消したんだ。戦争とはいつの時代も虚しいものですね。そして世界は新しい時代を迎えることになったんだ。まあ、神様たちの中にも生き残った者もいて、新たな時代の神になって、かつてアスガルズのあったイザベルってところで暮らしたみたいだぜ。さらに炎から逃れたリーブとリーブスラシルという二人の人間も新しい世界で暮らしていくみたいだ。生き残りがいてよかったわね。ってことで、伝説の武器その2、10戦だったぜ。よし、私決めたわ。ん？どうしたんだ？さらに財産つぎ込んでガチャしまくるわ。アホだな。じゃあ今日はここまでだ。また次回もよろしくね。バイビー。